大好きだったあの子が行方不明になってから3週間が経過した。僕は諦めず、今日もあの子を探しに原宿へ向かう。原宿駅前、竹下通り、心当たりのある場所。どこを探してもやっぱりあの子はいない。ちょっと今行方不明のブロッコリー探してて、ご協力ください。お願いします。僕は仕方なく勇気を振り絞り、デートに来ていたカップルに助けを求めることにした。どこにいるんだろう。はい、あそこのクレープ屋さんの前で、はい、食べたそうにいましたよ。本当ですか。ありがとうございます。やっと帰ってきた。ありがとうございます。本当に。するとなんと、あっさりあの子は見つかった。しかもカップル曰く、あの子はクレープ屋さんの前でクレープを食べたそうにしていたというのだ。醤油やマヨネーズが好物のブロッコリーならわかるが、クレープが好物のブロッコリーなんて今まで聞いたことがなかった。もしかするといつもクレープを食べにここに来ていたのかもしれない。ああごめんよ、見つけてあげられなくて。僕は自責の念に駆られ、つい手が滑って、大好きなその子を八つ裂きにした挙句、200度を超える金属板の上で蒸し焼きの刑に処してしまった。さらに追い打ちをかけるように重ねて火炙りの刑に処す。ごめんよ、こんな僕で。僕はただ大好きな君とずっと一緒にいたかっただけなんだ。重すぎる愛は他人を殺す。